それでは一言お祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みたも天の地なる神様、この冬空の雨が柔らかくこの地面を潤し、また命を与え養っていてくださるように、あなたは今日も御霊によって私たちの心に恵みの雨を注ぎ、私たちの魂を潤し、また養い、命をもたらしてくださるから感謝をいたします。この朝もあなたの御前に礼拝の場へと導いてくださいました。賭けの多い、つまずきの多いものでございますけれども、あなたの大いなる憐れみによって、あなたの見許しの中で生かされ、育まれ、導かれ、教えられ、また引き上げられ、そしてなおあなたの皆のために立たしめてくださること、心から感謝をいたします。主イエス様の尊い贖いによって、今日もこよ汝の罪許されたりと宣言してくださるあなたの御声を聞かせてくださることを感謝いたします。主があの十字架にかかってくださらなければ、私たちは今もなお罪と闇の中でもがくばかりであります。しかし流されたその尊い血潮によって、裂かれたその身体によって、捧げられたその尊い贖いの技によって、私たちは今日あなたの前に、あなたから我が子よと呼んでくださるあなたとの交わりの中に入れていただいていることを心から感謝をいたします。今日もあなたの恵みの園で聖霊の息吹をいただいて、キリストの御言葉によって新しい清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。そしてどうかあなたの御前にへり下って誠実に歩むことができますように、助け導いてください。御言葉は待ち望みます。私たちの命の糧である、永遠に変わることのないあなたの御言葉を、真理を、どうか私たちの魂に豊かにお与えくださいますように、待ち望みつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。文豪の芥川龍之介、有名な方でありますけれども、この方の、短編小説で「みかん」という題の、ものがございます。わずか3ページほどの短いお話でありますけれども、印象深いものがございます。主人公である芥川自身が汽車に乗っている場面でございます。日々の単調な生活に何か嫌気がさしている主人公が、物乞い気持ちで三等車の座席に腰を下ろして、汽車が駅を出るのを待っているのであります。昔は三等車、二等車、一等車という、そういう区別がありましたけれども、
一番、まあ下の、三等車なんですけれども、その汽車がいよいよ出発するという時に、そこへ13、14歳くらいの、小娘がと書いてありますが、小娘が慌ただしく中へ入ってくるのであります。彼女は主人公の座っていた座席の前に大きな風呂敷包みを抱えて座りました。いかにも田舎娘らしく、油気のない髪をひっつめて、ひびだらけの顔をした、不潔そうな服をしているこの小娘を主人公は下品なものだと冷たい視線を投げるのであります。生きることに疲れを覚えて、何もかもが虚しく感じられていた主人公は、この小娘を見てさらに人生に対して、まあ、投げやりな気持ちになったのであります。汽車が出発してしばらく行くと、主人公はうとうとと居眠りを始めました。ふと気がつくと、その小娘が自分の隣に来て、汽車の重いガラス窓を開けようとしているではありませんか。手伝ってあげようかとも思ったけれど、見ると汽車はもうすぐトンネルの中に入ろうとしている。トンネルに入って汽車の窓を開けたらどんなことになるか。煙が車内にもうもうと入ってきて、とんでもないことになってしまいます。それでもその小娘は重い窓を開けようとして必死で頑張っているのであります。主人公はますます腹が立ってきました。そしてとうとう窓をトンネルの中で開けてしまいました。すると黒々とした梅煙がその窓から黙々と車内の中に入ってきて、主人公は咳き込むのであります。もともと肺が弱かった主人公はますます息もできないほど咳き込んだのですが、その小娘は全くそれに気がつかない風であります。そしてトンネルから汽車が外に出ると、すぐに貧しい町外れの踏切に差し掛かりました。その柵の向こうに頬の赤い三人の男の子が並んで立っているのでした。その男の子たちが汽車を見るや否や一斉に手を挙げて大きな声を上げたのです。するとその瞬間です、その小娘が窓から身を外に乗り出して勢いよく手を左右に振ったかと思うと、暖かい太陽の色に染まったみかんが5つ6つ男の子たちの上からパラパラと降ってきたのであります。その時主人公は息を呑むのです。全てを了解したのです。この小娘はおそらくこれから奉公に出ようとしていて、懐に忍ばせていた幾ばっかのみかんをわざわざ見送りに来てくれた弟たちの労に報いたのだったのでしょう。そして小娘は再び主人公の前の席に大きな風呂敷包みを抱えて座ったのです。主人公はその娘を見る目が一変してしまいました。そして自分の人生の虚しさを少し忘れることができたと、その物語を締めくくっています。最初は軽蔑するかのように見ていた主人公は、この若い娘がこれからどのような人生を送ろうとしようとしているのかが分かってからというもの、彼女を見る目が変わってしまったといいます。何も分からない間は下品な娘だと
冷たい視線を投げかけていたけれども、これから厳しい辛い方向に出ようとする彼女の心の内を思うと、何か自分もこんな生き方をしていてはいけないのではないかと思ったのではないでしょうか。みかんという題のほのぼのとする短編小説であります。少し長い前置きになりましたけれども、私たちは神様のことがよくわからない時があります。聖書の中の意味がよく理解できないところもあります。そして現実に起きてくる出来事の中にも、どうしてこんなことが、なぜですかと神様に問いかけざるを得ないようなこともあります。イエス・キリストを信じる人にとっても、神様について、聖書について、人生について、日々の経験の中で、なぜですか、どうしてですかと疑問に思うこと、わからないことが多くあります。そのような疑問に対し答えてくれるのが今日の聖書の箇所であります。ローマ書の9章14節から29節のところであります。使徒パウロが取り上げている問題は、どうしてイスラエルの多くの人々がイエス・キリストを信じることを拒んで、その反対に多くの異邦人たちがキリストを信じて救いに入っているのかという問題でした。神様に選ばれた特別な民であるイスラエルが、神様から使わされたキリストを受け入れず、外国人である多くの人々が喜んでキリストを受け入れているというこの現実、使徒パウロは同胞のユダヤ人のことを思うと深く憂い、また悲しむのであります。しかしこのような現実をただ憂い悲しむだけではなく、使徒パウロは信仰を持ってこれを理解するのであります。なぜイスラエルの人たちがイエス・キリストを受け入れないのか、信じないのか、そればかりかクリスチャンたちを迫害するのか、かつて自分もそうであったパウロは深い嘆きを持ってこの問題を見つめています。なぜという疑問は誰にでもあると思います。なぜこの私が日本人に生まれたのか、なぜ私が男性として生まれたのか、なぜ四国という土地で生まれたのか。世界は広いですから、四国でなくとも他の場所で生まれていたかもしれません。なぜこんな顔で生まれたのか、まあ、こんな顔というと良くないかもしれませんが、このような顔で生まれたのかわかりません、どんなに理解しようとしても分かりませんけれども、なぜこのような肌で生まれたのか、なぜ左利きなのか、わからないことばかりであります。なぜウィルソン先生という方と出会ったのか、なぜキリストに導かれたのか、なぜ牧師になったのか、すべてわからないことであります。なぜイスラエルの人々がキリストを受け入れないのか、それがわからないのと同じように、私たちの人生にはわからないことだらけであります。しかし使徒パウロが私たちの人生の背後には神様の大きな憐れみがあるのだということを教えてくれています。今日の聖書の箇所には
憐れみという言葉が何度も出てまいります。神様の憐れみとは何かということがこの25節に記されています。旧約聖書のホセア書の中からの引用の言葉でありますけれども、25節にこう記されています。私は我が民でない者を我が民と呼び、愛さなかった者を愛する者と呼ぶと言っています。神様は大きな憐れみを持って、神の民でなかった人々を神の民としてくださるということであります。私たちは皆かつてキリストと関係のなかったものでありますけれども、不思議な神様の導きによってイエス・キリストを信じる者にされている、神の子供にされている。これは私たちの人生の背後に神様の大きな憐れみがあるからだと教えてくれているのであります。不思議な神様の導きによってイエス・キリストを救い主として信じる者にしていただいているということであります。16節に記されておりますように、したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですとある通りであります。私たちは皆罪人でありますから、本来なら滅びの道をひたすら歩んでいても不思議ではありません。生きる意味も目的も見出せず、喜びも光も見出せず、肉の思いの中で人を憎み、人に憎まれ、虚しい人生を怒りと闇の中で過ごしていても不思議ではありません。しかしそうではないというのは、神様の計り知れない憐れみがあったからであります。22節を見てみましょう。22節ですが、もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。そのように問いかけられます。本来滅んでも仕方のないものに対して、神様は豊かな寛容と忍耐を持って私たちを導いてくださったので、滅びることなく虚しく人生を終わるのではなく、命の光を持つことができるようにしてくださった。これはただただ神様の大きな憐れみ、ご愛、寛容、忍耐であります。神様はそのような憐れみをもって私たち一人一人をあえて選んでくださった。そのことが24節に記されています。24節に、神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。召してくださったということは選んでくださったということであります。神様の選びの中に憐れみがあったということであります。キリストを信じる信仰を与えてくださったということが神様の大きな憐れみであります。それ以外に説明がつきません。なぜこの自分がキリストを信じるようになったのか、不思議な神様の憐れみとしか言いようがありません。ですから使徒パウロがここで言わんとしていることは、
今イスラエルの多くの人々がイエス・キリストを拒んではいるけれど、それには私たちにはわからない神様のご摂理が背後にあり、いつか時が来れば必ずイスラエルの多くの人々もキリストに立ち返る時が来るということであります。そのことは事実、この21世紀世界中でイスラエル人がキリストを今信じるものとなっているメシアニック・ジューという人たちが起こされているということが各地で証言されています。キリストの福音が世界中に広まって、多くの人々を神の子供とするために、あえて一時的にイスラエルの人々がキリストを拒んでいる、そのように使徒パウロはこのローマ書で説明してくれるのであります。ですから、なぜという疑問は私たちにはたくさんあるけれども、神様の次元と私たちの次元は根本的に異なっておりますから、私たちにはわからないことがあるのは当然であります。神様についてわからないこともたくさんありますけれども、私たちがわからないからといって神様を疑うのではなく、むしろわかることが与えられている、そして今わからないことがあってもいつか分からせていただける時が来るという信仰によって歩むことが大切であります。ビリー・グラハム先生が伝道を始めて数年した時のことであります。一つの大きな信仰の危機に直面しました。それは一緒に伝道してきた友人の牧師たち数人が大学院で聖書学を学び始めた時のことであります。聖書に関する学問はどんどん進歩して、聖書を学問の対象として世界の他の多くの古典を学ぶと同じような手法で学ぶことが学問の世界では広がっていきました。そしてビリー・グラハム先生の友人たちは彼に言いました。君の聖書理解はもう古いよ、30年遅れているよ、というのであります。ビリー・グラハム先生自身も聖書の中で理解できないことがあちこちにあって悩んでいた時でもありましたから、友人たちの言葉を聞いて大きく動揺したのであります。聖書は神の言葉と信じてきましたから、そのような信仰は単純すぎると言われると、そしてもっと最近の聖書学を勉強しろよと言われると、彼は信仰が揺さぶられたのであります。もうすでに大きな集会で伝道をし始めていた時でありますから、自分自身が聖書が神様のお言葉であるという確信がなかったら、大勢の人々の前で説教することができなくなるわけですから、深く悩んだのも当然であります。まだ30歳そこそこの頃であります。深く悩んだビリグラハムはある日一人で静かなところに行き、静まって聖書の御言葉を読み、そして神様にその時次のような祈りをしたのであります。神様、私には聖書の中に
私の頭では理解できないことがあります。しかしいつかあなたが私にも理解できるようにしてくださることを信じます。そして私はこの聖書があなたのお言葉として丸ごと私は信じます。どうぞ私を導いてくださいとはっきりとそこで神様に申し上げたのであります。その祈りを通して悩みを突き抜けました。人間の頭で理解できないことがあるのは当然だということ、いつか必要ならば神様が理解できるようにきっと導いてくださるであろう、それまでは聖書を丸ごと神様のお言葉として信じてまいりますという信仰の姿勢を明確に選択したのでありました。そのことが神様によって豊かに祝福され、ご存知の通りビリー・グラハム先生を通して神様の驚くべき栄光が何十年もの間表されたのであります。使徒パウロがここで言っていることは、神様の知恵は人間には計り知れず、その憐れみは尽きることがないという真理であります。私たちのちっぽけな頭では到底理解できないことがあるのは当然のことだけれども、神様は豊かな憐れみと慈しみに満ちあふれるお方、私たちが見えないずっとずっと先まで見越して私たちを導いていてくださるお方だから、私たちにとって大切なことは信仰であります。頭では分からなくても魂で信じて御言葉に従い、御言葉を信頼して主についていくことであります。その時神様の素晴らしい栄光を拝することができるのであります。今目の前の現実がどんなに不可解なことであっても、そしてどうしてこんなことがあってよいものかと思われるようなことが起きても、神様を疑うようなことはせず、神様の絶対的な愛と恵み、憐れみと慈しみから目を離すことなく、聖書の御言葉から学びながら主を信頼してついていくならば、人知を超えた神の栄光を見させていただくことができます。神を愛する人々のためには、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださること、私たちは知っているのですから。ローマ書8章28節のパウロの信仰告白であります。どんなにつらいこともどんなに嫌なこともどんなに裏切られたことも、あるいは人から見下されたことも、あるいは人に無視されたことも、あるいは人に利用されたことも、人に騙されたことも、どんなに人に痛い目に遭わされたことも、すべてのことを神様は不思議とプラスに転じてくださるという驚くべき神の愛と憐れみであります。神様はそのような憐れみの器として私たちを召してくださったのであります。選んでくださったのであります。不思議な神様の導きによってイエス・キリストのものとしてくださったのであります。そこに神様の驚くべき憐れみが働いています。
野田一郎という牧師のことを思い出します。もともとは芸人として修行していた青年時代のことでありますが、この人がある時香川豊彦先生の集会に出るということがありました。香川豊彦のお話を聞いた後で、集会の後で香川先生がこの野田青年のところへ来て個人的な話をしていました。その話の中で香川豊彦先生がこの青年に言いました。君牧師になりたまえと言ったというのです。ところが香川豊彦という人はこの言葉がはっきりしない人だったらしくて、牧師と言ったつもりがこの野田青年にはボクサーと聞こえたんです。自分にボクサーになれと言っていると受け取った青年は、さすが偉い先生は言うことが違う、そうかボクサーか、よしなります、わかりましたと言ってですね、了解したそうです。すると香川豊彦が、それでは明日から私が紹介するのでここへ行きなさいと言って紙に住所を書いてくれました。その翌日野田青年が出かけて行きました。行った先は農村伝道をするための伝道者を養成する学校でありました。農業をしながら聖書を学び伝道していくという学校であります。そこへ入って寮生活をすることになったのであります。野田青年は困ったことになりました。聖書を一度も読んだことがない、お祈りもしたことがない、そんなものがこの学校に入って一体どんなことになるんだろうか、おろおろしておりました。そんな時です、同じ学校にいた他の学生たちが、野田君、食前のお祈りをしたまえと先輩に言われ、祈ったことのない青年はまごまごして、自分で何を言ったのかも覚えておりません。全く舞い上がってしまったのであります。拍車をかけるかのように他の学生たちが彼をからかい始めたのであります。聖書を読んだこともない者がこの学校に入ってきてるぞ、一度もお祈りもしたことのない者がこの学校に来てるぞと言って、まあ現代でいういじめが始まったのであります。野田青年は辛くなり、そして身の置く場所がなくなり、トイレに入って隠れるようにしてそこで聖書を読み始めたと言います。ヨハネの福音書を読んでいると、そこでイエス・キリストが弟子たちに、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです、そのお言葉が野田青年の心に強く響いてきたのであります。そうか、そうだったのか、イエス様が私を選んでくださったのか、だから私がここにいるのか、そう受け止めた彼は、イエス様が選んでくださったのなら人を恐れる必要はない、そう思って彼は友達からからかわれた時にも堂々と言いました。自分はここで、自分の意思でここに来たのではない、イエス様が私を選んでくださったからここにいるんだと言ったというのです。すると他の学生たちは驚き恐れて、それからは誰もいじめる者がなくなったといいます。彼は牧師になり、その後何十年もの間、春風一郎という名前で
腹話術のケンちゃんという人形を用いて日本中でそして世界で伝道し神様の栄光を表したことは広く知られているところであります。神様の導きは不思議なものであります。私たちの頭で推し量れるものではありません。しかし神様のなされることは全て憐れみで裏打ちされています。主イエス・キリストを信じてついていくなら神様は決して私たちを裏切るようなことはなさいません。永遠に変わることのない愛を持って私たちを導き恵みと慈しみの中で育み育ててくださいます。そして私たちが振り返ってみると自らの人生が恵みの人生であったと知るのであります。信仰とは人間の考えを超えて神の憐れみによってこんな自分がキリストの恵みの中に入れていただいているということを信じ受け入れ感謝してついていくことであります。ですからどんなことが起ころうとも何があろうとも一切のことが神様の憐れみと愛の中で導かれているということを知ってますます主イエス・キリストを愛するものとなろうではありませんか。お祈りをいたします。天の父よ、私たちはあなたによって作られた被造物人間であります。ですからあなたのご摂理のすべてを理解できないのは当然であります。しかしイエス・キリストの十字架によって示されたあなたのご愛を信じ受け入れ感謝することを知らされたものであります。私たちにはわからないことはたくさんありますけれども私たちに示されていることをしっかりと握りしめてあなたに信仰を持ってどこまでもついていくそのような信仰者となることができますように導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。